韓国サッカーの未来イコールイガンインが2019アジアサッカー連盟アワードで有望株賞を受賞した。AFC は去る2日午後8時、香港コンベンションセンターで 2019AFC アワードを開催。この日、候補に上がった韓国人選手3人全員が受賞する喜びを手にした。今年6月、 2019FIFAU20 ワールドカップで大会ミュージックビデオ P に授与されるゴールデンボールを受賞しチームを人志優勝に導いた意外因は日本の安倍豊葵、ベトナムのドアン・バンハウを抑えて、ユースプレイヤー賞を受賞した。